写真の子かわいそうだよね。すごい寝ぼしたり。なんか寝ぼし？何これ。何これ。うん。よくわかります。何これ。こういうの絶対触っちゃダメだよ、体に有害だから。こんばんは。別のグループがいた。クリスさん、警察かと思った。何してるのとかって怒らんの、怒って怒号が聞こえないから多分。いや、警察いきなり怒鳴ったりしないっすよ。こんばんは、新潟県警です。あ、じゃない、茨城県警ですって言って聞きますよ。放火があったからね。なんか付近住民はまた誰かが放火するんじゃないかと心配しているわけだ。じゃあここで式挙げた人かわいそうだもんね。どこの県にも気違いがいますからね。釘出てる。足元栗があるから気をつけてね。踏むとやばいよ。毒もあるし。これモデルファン、これモデルだな。多分ここで指揮した人の写真じゃないよ。え、これね。あれスーパーファミコン、ヨッシーアイランドだ。本当だ。なんで？うん。だから丸みなのがこれ。これすごいな。いける。じゃあ地下室で。地下室だな。地下室。何にもない。ただ物置だ。監禁部屋みたいな。監禁しようか。いやだ。監禁しないで。これうんこかな？多分コウモリのうんこだ。大谷って書いてある。大谷ゆり。びっちゃびちゃ。かわいそうに。名前消しといてあげようか。ここで結婚式したんだろうね。すごい湿気だね。絨毯くしょくしょだもん。わ、草が生えてるよ、絨毯に。本当だ。キノコも生えてきそうだよね。私の頭にキノコだよ、ね、頭にキノコだ。マイカロン。こんな写真までみんな放ったらかしかよ。これは経営者のお部屋かな。あー、これはひどい。これはひどい。危ね。天井低く。ハローキティ。なんか子供が生まれた時のアルバムとかあるしね。俺ら東京ファイクだレコード。すごいな。
某新年会忘年会旅行 in 鬼怒川。へえ。すげえ、これ本物初めて見たぜ。え、ほら東京さ行くぞ、よし行くぞ。レコードですか。ん、西武音三和尾崎って隣の店だよね。隣のローソン元西武音だったんだ。あれ、ちょっと明かり消してみて。やっぱファッキンの近くにいるな。とか言って警察だったりして。カビ臭っ。隣のローソン、ちょっと多すぎでしょ。92年5月15日。多分アルバムに入ってるってことは経営者家族だね。でしょうな。ここにしまってあったのをみんな引っ張り出したんだな、誰かが。レンガ帳とかもみんな折ってるし。経営者はどこへ消えたのか。おー、債務カードはあるぜ。食べちゃダメだよ。でもこれ外から丸見えだよな。うわ、階段崩れてる。端っこ通れば大丈夫？触っていい？大丈夫か？大丈夫。てか、こうささっと見て早めに退却しましょう。いつ警察来るか分かんないですよ。だってもう車に見つかりまくってますもん。床？大丈夫。うん、向こうの階段からもう出よう。いや、もうだってもういつ警察来てもおかしくないもん。早めに逃げないと。だって6人で懐中電灯持ってんだぜ。まあ来ますね、来ますね。うん、さっきの車とかにもう見つかりまくってるもん。お、ジュース。そうそうそう、お待たせ、新潟県から来ました。そうなんです、隣の市から来ました。近所なんですね。お気をつけて。出口はどっちだ。出口はあれ。出口こっちかな。あ、さっきの地下室だ。あ、ここだな。あれ、こっちじゃなかった。
撮影しますよっしゃじゃあありがとう。はい。あ、すべてラジオ台を。はい。もう一歩とカメラ見てもおかしくないような。